どんな話？受ける漫才を、まあ、それって気持ちいいんですかね。もう半端やなかったですよ。今もちょっとこれ話すと泣きそうに。吉本って個性の強い人が多いですから、できるだけ個性を殺していこうと。しかし芸人ってよろしいね。自分がギャラなんぼもろてるか全然知らない。目の前に人のおったらその人に笑ってほしいやん。絶対さんまと親戚に負けたから思うてやってましたから。何そんな優しいんだろうな。悔しかったことを教えてください。これどんな感じで流すの？これ浜田さんとあの相方が肩組んでんのとか、うん、もう俺はもう完全に浜田ボケやと思ってるけどね。なんでやねん。怒った時間より嬉しかった時間の方が多いから、こうして笑ってられるとは思うけどもな、うん。